しました。また協会委員会の決めれます委員長は、The world is still too far away from our 1.5 degree goal. COP26 is not a place for narrow minds. COP26 must be where we work together and succeed together. 議長国イギリスは閣僚級会合に先立って成果文書に盛り込むことが想定される項目の素案を公表し、この素案をもとに各国の閣僚級が参加する交渉も本格化しています。素案では世界の平均気温の上昇を産業革命前と比べて 1.5 度に抑えることの重要性や、目標とする気温と各国が2030年に向けて掲げた温室効果ガスの削減目標が整合するよう再検討することなどが挙げられていて、さまざまな論点について協議が進められています。COP26 は成果文書の採択を目指し、今月12日の会期末まで